当だ。うん、ボサボサだからさ、ちょっとかぶるわ。うん。っていうかさっきまでゾンビメイクしてたからさ、ちょっと残りもある。残りの。残りゾンビみたいな。さやさ、なんかさ、うん、クレンジングシートみたいなんで拭いてたの。そしたらよく見たら、ただペーパータオルに水含ませてるだけだったの。怖くない？わかる。コウモリありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございました。もうゾンビではなくなっちゃったんですけど、うん、夢ちょっとやっぱ音聞こえるね。これ何の音、え、聞こえるかな。聞こえる。これって誰かヒゲ剃りしてる死ぬんだけど超聞こえるって。え、本当に今歯医者に来てるんだけど今痛かったら手挙げてくださいねえ今サーヤのサーヤのネイルサロン中。そうってことは、つまり、つまり、え、あ、どうしようあ、そう、うん、してくれないの。発表し始めた。え、そこユナの歌だよね。ユナの歌に。え、は発表、発表し始める。そうです。で今出張サロンして。うん、今ネイリストがいる。なんかネイリストが来てくれて、うちに。目の前にいる。出張サービス。さあ、ここまで。しかも今日のコースね、コースの発表していい？うん、食べながらサロン。食べながら、寝ながらじゃない。食べながら今日のお弁当。さあ、ご飯食べながらネイルオフしてもらってる。そう。で配信してる。やばくない？配信しながら。行き急ぎすぎ。ダブルセットっていう。まず時間がなかった人のための。ネイルサロンだね。追われてるかも。配信も OK なんだ。うん、ネイルしながらのさ配信って初めてじゃない？うん、人生で。確かに。えなこ史上初めて。ニジティあれ使えるの？だってニジティより本日のクーポン大人気 NGT メンバー割。そう、ネイリストさん赤いとしないメンバーもいるんで。ちょっとホットペーパーになくなっちゃったすいません、おつかが、うちのおつかがネイリストさん、黙れ小僧お願いします。やばい、大丈夫外側の。できるかな。ちょっと一回止めるね。初の、うん、いや待って、変なクオリティ自信ない。そうだよね、そうだよね、そうだよね、今もそう思う。頑張って。しかも寝起き、ゆなこ寝てたでも待って、それは後でフォローするね、うん、ちょっとチューニングしていい。うん、チューニング。メイクの後が残ってる。ラッ、黙れ小僧お前にさ食えるか。うん、でもちょっとなんか劇場でやると一番うまいんだよね。ちょっとなんか反響、なんか反響具合がちょうどいい。確かに確かに、ちょっと落ちたね。やっぱ現役時代と一緒とはいかないですよね。そういうもん。アシスタントしてあげるね。ありがとう。アシスタントだって。アシスタントして。アシスタント。でそれやることによって何になるの？削ってんだ。削らないと始まらないだろ。そうなの。せやね。え、さやだってネイルオフ人生初めて。初めて。怖いだから。怖いよ、こっちが。なんでそれでやってこれたの今まで。自分で剥がしてきた。さや怖い。取れるはずがないジェルネイルを自分でゴリゴリ剥ぐ。え、全然綺麗に取れるよ。あなただけだよそれ。ん、人生で、人生で、人類で繊細なのか。繊細、うん、コウモリありがとうございます。ユナコツアー出るの？だって。うん、あそうだ。え、大丈夫あの曲。え、待って言って。え、結構なんか、あ、やばい、今なんかさオフの感じでさうんとか言っちゃったけど。あ、ごめん、発表されてないから。え、出てないんだっけ。発表されてないっけ。あ、うわ、やったわ、やったわ。出れないかも、出れるかもしれない待って、ハッピーハロウィーン
のエフェクトありがとうございます。いえいえ。ねこれさどうしよう、これ絶対にタワー分みたいな、どうしよう、ありがとうございます、ありがとう、ハッピーハロウィンタワーありがとうございます。どうしよう、ありがとうございます、全身全霊を込めてアシスタントします、ありがとう。夢と同じネイルにする、ね、今からやばい人気デザイン、うん、めっちゃね、しかもねクオリティが上がってるっていう、わかる、かぼちゃありがとうございます。今このネイルのひなこ修行してきた、やっぱ修行してた、うん、フランス、フランス、うん、やっぱネイルの本場だからそっか、なんかさ、うん、今日さ、ゆなこね、今起きたんだ、今起きた、うん、今起きたんだって、うちが電話して起きた、うん、ちょい前、そのでもちょうど起きた、起き始めなんか、その起きた、なんで 今、うん、今まで寝てたかっていうと、うん、夢のネイルをね、朝、うん、明け方までやってくれてたの、うん、何時 ?7 時ぐらい7時ぐらい、うん、朝7時までずっと夢のネイルしてくれてた、マジ24時間営業、うん、ね、しかも、うん、始めたのさ夜中2時ぐらいだったよね、うん、うん、割とそんな遅めの時間でもなかった、わかる、なんか気づいたらめっちゃゆっくり、うん、確かに気づいたらめっちゃ時間でしかもさ、ね、やっててさ、うん、で自分の卒業公演のさ、うん、DMM さちゃんと見てないなって思ってさ、うん、え、わかる、昨日の夜さ MC だけ見てた、うん、MC だけ見た、自分がさ参加してないとこのさ、うん、MC まだ見てなくてさ、うん、え、めっちゃ可愛くて言っていい、うん、夢ね、ゆなこが来るまで、ね、うん、見なかった、え、なんで、ゆなこと一緒に見た方がいいかなと思って、ありがとう、うん、そう、でも機嫌切れたら怖いなって思って、わかるわかる、絶対に見たいとこだけ見た、ほんと、すごいことしてるね、さあや、わかる、本当に、この光景撮りたい、これ意味わかんないもん、すごいよね、うん、見てすごい、時間をすごいいいように使ってる、わかる、有効活用がすぎる、有効活用、だって食べてるし配信もしてるしネイルもしてるんだよ、すげー、やばいね、アイドルとしての全てを全うしてるよ、すごい、だってたつま、何を、この光景を、ああ一応撮るの、うん、やばい、えなこのスマホ出てる、やばい、うん、スイカしか入ってない、よかった、ゆめの画面まで映したい、オッケー、ありがとう、撮った、うん、ありがとう、あ、うん、ありがとう、でもゆめにありがとうって言った、みんな、うん、うん、前の配信でも寝る気になってたんだよね、そう、なんかみんな多分気使われて触れられなかった、気使われ、サロユナコでした、でも夢ね、うん、先週もしてもらったの、サロユナコ、うん、ま、うん、うん、ちょうどツアーの翌日翌日なのおもろいね、ツアーの翌日に、ツアーに向けてやれよツアーの翌日にね、夢の国行ったの、え、サーヤも誘ったんだけどね、ちょっと行けなくて、キャッピ、しょうがない、だって誕生日近かったから、ごめん、あのね、親とねご飯行ってた、かわいい、忙しガールだった、うん、ごめん、全然、それは大事、大事、やめて、メンバーの夢の国なんていつでも行けるから、そうだよ、でも夢ね来月行く約束してる、うん、そうだよ、さやと、うん、みんなも行く、どうしようかな、もう寝るしないよ、いいよ、それはきついそれはきつい、リアル、え、で
もさ欲しいのあるよね。うん、夢たち買う商品決めてるの、ね、マリーちゃんのやつの、うん、新しく出るやつがあるんですよ。あのなんかぬいぐるみポーチみたいな、そうガッチで欲しくて、あーね、あのサーヤ欲しいって言ってた、茶色いやつ、あそうそう、オレンジ茶色みたいなやつが欲しい、フィガロ、あれ可愛かった、夢が、夢がそれでサーヤがマリーちゃんね、ねえ、おそろっち、ゆなこが、ね、絶対あれがいい、ねえ、ゆなこマリーちゃん、わかった、あ、承諾、だったらみんな同じなのか、お星様とかぼちゃとコウモリありがとうございます、コウモリありがとうございます、あのね、その日ね、ゆなことゆめとさらとヤヒで行ったんだけどね、一期生さんおね、そう大遭遇したの、大遭遇した、あのね聞いて、夢たちね、うん、お腹すきすぎて入園してまず腹ごしらえに、うん、なんかレストラン入ったんだけど、うん、そしたらもうレストランの目の前にいて、うん、ん？レストランで並んでて、うん、なんかなんて言うんだろう、違う列に並んでて、そう、なんて言うんだっけ、こう、ここまでありがとうございます、本当にもうなんか、なんか入園して5分であったよね、え早っ、だ私もびっくりしました。誰に話しかけた今。気持ち悪かったね今。私もびっくりしました。ね、気持ち悪かったね今。びっくりした。ちょっとしちゃった今。わかる、今配信だからさ、ファンに向けてさ、あの人に。びっくりした。わかる。びっくり、うちもびっくりした。なんかこれはそういうスタイルなのか、分かる、それとも間違えちゃったのか、なんか気は、なんか絶妙なラインだった、今も違うの聞いて、今もね、何も言わなかったの、今もね、今も思ったけど、ちょっと待って、待って、弁解して、うん、今もこっちに喋りかけたつもりで、うん、私もまで言ったんだけど、うん、なぜかこっちに向けてびっくりしましたって言っちゃって、うん、気持ち悪かった、分かる、気持ち悪かったよ、気持ち悪かったの、ね、今、うん、今のだったらもう画面見たまま、そうだよね、そうだよね、自然だったよ、しかもさ、私もびっくりしましたじゃん、夢もびっくりした、が良かったよね、うん、絶対に見直しな、うん、夢もびっくりした、わかる、うん、おもろ、わかる、結婚してありがとうございます、また今度ラブレターとコウモリありがとうございます、そう、すごくない、本当にばったりね、しかも、うん、なんで気づいたかっていうとね、なんか金髪の金髪の女性マネージャーさんがいて、あ、そう、そうなんだ、その人が目立ちすぎてて、うん、そう、あと金髪のダンスの先生もいて、うんうんうん、金髪だったね、メンバーじゃなくてね、うん、そうそうそう、気づくっていう、そう、あとなんか異様になんかオーラ放ってた、分かる、華やかだったよ、華やかだった、うん、かぼちゃありがとうございます、あ、ゆなの家のさやのライブどうなった、今もこれ気になってた、え、多分ね、ママがね、持って帰った、台所の道具詰めてくれたから持って帰ったと、うん、青森にあんだ、青森のラー油になったよ、okay. あのね、この間ね、コンビニでおでん買ったんだけどね、うん、うちにラー油あると思って買ってこなかったの、今さやに出会ってからさ、おでんにラー油入れるの好きになったんだけどね、でしょ、そう、美味しいんだよ、そう、だからラー油家にあるから買わずに帰ったらなくて、うん、ああ、ゆなこちだったんだけど、なんかもう記憶が、記憶が混ざってた、本当におでんにラー油入れるとマジで美味しい、美味しいんだ、さやラー油だよね、うん、うん、さや、マイラー、マイラー油を置いて、うん、ゆなこちに、うん、ごめんね、さやラー油パクった、うん、ショックだった、じゃあ今度寄付しとく、ね、うん、持ってきて違う、うちに欲しいの、うん、もう一回、楽しみ、寝る、うん、よかったね、よかったね、マネージャーさん、マジだ違う、マネージャーさん、ネリストさんって言おうと、まさか、まさかマネージャーさんだってた、もしかしてねえ、今日決まりね、言っちゃダメだった、やばい、ごめん、待って、内緒だったのに、やばい、ゆなこが裏方に、やばい、そうだよね、ゆなこ今幕開けしてるもんね、劇場で、はい、出ますみたいな、そう、今ね、劇場のね、そう、幕開けしてるよね、実は、実はやってんだよね、安藤さんの手下として、そうだよね、ごめん、本当に、曲出しとかしてるよね、リハーサル中、100出ます、ダメだよ、違うの、今言おうとしたの、うん、ね、なんか、なんか手伝うことある、
いや両手ね空いてればあったんだけど。どういうこと？やる？あ、そういうこと？あ、そういうことね。そう。なるほど。まあ出番は来るよ。チャンスは来るから。きっと来る。アルミホイルとか大丈夫ですか？あ、確かにヤヒもあやるんで。だってえなこさ、えなこ何日か滞在してくれるらしいんだけど、うん、全メンバー分のネイルやんなきゃいけないから。そう、大変。でもメンバー多ければ多いほどさ、うん、うちらの割り勘のさ、うん、えなこの交通費がやば、うちらの負担が減る。おもろ、え、かわいそうだね。えなこの負担は増えるけどさ、うちらの負担は減るんだ。増えれば増えるほど。めっちゃおもろいこと気づいちゃったね今。嬉しいような、悲しいような。アルミホイルで何するの？だっておにぎり作る。おにぎりなんで、おにぎりちょいとつうめ。アルミホイル終了。やばい、ゆめんちのアルミないです。誰か買ってきて。ラー油も買ってきて。どうしよう。ラー油爪につける。オイル、オイル、ね、なんかスマホ貸して。やだ、仕上げのオイル、仕上げのオイル。オイル、ライン開いていい？ダメ。こんにちは。本当になんかゾンビの後だから本当に血色悪い。ゾンビの後だから、うん、ゾンビの後だから血色悪い、うんうん、ゾンビの後だから血色悪い。いいえ、いいえ、おさまったのです。職人の音する。確かに。職人の音。確かになんか研いでるね。うん、なんか陶芸家みたいな。陶芸家。いや、キモいなこのアルミ。キモいだけやばくなる。キモいだけやばくなる。え、オフってこんな大変なんだね。そうだよ。なんでだよ。めっちゃプリンって。そうだよ、あなたの爪。どこから？私はここから。あ、え、取れないかな今。すごい、どうやって。なんかね、どういうこと。サヤの爪質の問題。今は無理かな。ねえ、やめな。ほら、やめな。取れる取れる。やめな。すごい。ねえ、サヤの爪ってすごいんだね。つるんっていく。こうやって取れるの。すごい。いや、ちょっとやってみたい。めっちゃ気持ちいい。すごくない？なんか兵庫県みたいな形になっちゃった。え、痛くないの？痛くない、痛くない。ねえ、これ捨てた方がいい？いや、使える。兵庫県アルミ。ね、確かに。あれね、噛んだ。そんな、なんか、ちょっとごめんなさい。今回あんま取れないかもしれない。今回、取れるだけ取った方がいい。ねえ、やばい。違う。取れるだけ取った方がさ。ちょっと笑いな。聞いてない、今ね。聞いてない。今回、取れない。違う、その後の後の笑い方だよ。嘘。今違う、サヘが今回ばっかりみたいに言ってたから。え、楽でしょ、取った方が。ね、でもさ、やめた方がいいよ、あなたの爪のために。あなたの爪に。いや、全然大丈夫なんだよ。割れないの？あなたは大丈夫、でも爪が大丈夫ないかもしれないでしょ。爪は泣いてるよ。取れる。ほら。あんた。え、すごい。すごいね。え、すごくない？すごいね。取れるの、普通に。え、そういう爪質なんじゃない？わかる。そういう、そんな爪の人見たことなかった。ね、やば。ママできた、アルミホイル。ママありがとう。パパでしょ？パパだよ。パパだよ。僕はパパだ。ママいないね。ママ今日不在。ママショートカットにして。ママショートになってた。ママショート。昨日ママに会いに行ったね。そう、ママに会いに。ママんちに。3秒ぐらいやった。ママんちにコスプレ取りに行った。それについて行った。したらめっちゃ嫌そうな顔してた。みたいな。え、なんで？みんなこうサプライズで行ったのにさ、いるって知らないし、うん、めっちゃ。みたいな顔して、まあ、シンプルに疲れてるよ今、ショールームイベント中。ごめんごめん。あ、ちなみに三浦ひのちゃんです、ママは。ごめん。ほら取れるんだよ。え、すごい。ねえ、やめな。なん
で？しかも綺麗。え、わかる。わかる。え、なんで？すごい。めっちゃ頑張ってもらったのに。え、すごい。わ、すごい。え？逆にこっちやっちゃったから取れないかな。え、なんか本当にそれがいいかもね。わかる。多分その方が逆に爪痛まないのかな。確かに。削んなくて。そうだよ。え？ほら。ね、怖いね、そうだな、爪質。今の時間返して、ね、分かる、職人の時間だよ今、うん、もういいよ、取れちゃった夢、よなしヘクタールだねでもこっち逆に取れなんで夢のメガネが消えようとしたの今の 0.75 の0.75 のメガネ、意味ないメガネ、ハートありがとうございます。違う、今なんか視力悪いなと思って0.75 強めてみたら、確かに。めっちゃ痛いって言われてる。痛そうなんとしてる。全然痛くない。ゆみきのオフに3時間ぐらいかけてもらったんだよ。マジで？でも右手終わったもん。ゆみの爪ヨボヨボだったよね。ね。めっちゃ変だよ、メガネ二重は。かわいちょう。え、すげえ。メルカリで売ろうかな。じゃあ買うよ多分。サーヤの爪って。サーヤの爪いくらかな。いくらかな。5万円。いいねです。いいね。5万円。いいねでいいね。いいねでいいね。かぼちゃありがとうございます。コウモリもありがとうございます。え、どうだった？ 0.75 強まった気持ちは。すごい視界良好。あ、本当？変わる？あ、めっちゃこっちの方が見える。なんかあのね、なんか、うん、あれみたい。14にしたみたいな画質iPhone そう、やっぱ0.75 って世界一が変わるんだ。変わる、変えます。 0.75 上げようかなヤヒもさ、視力 0.25 でさ、うん、夢のメガネ貸してあげたら喜んでた。喜ぶわ。これ目もかけたい。でも夢最近さ、視力良くなったんだよね。ええ、なんかさ、違うの、声かけたら酔っちゃうの。ありがとう。強っ。すごい、昨日夢のかかった3時間。え、わかる。泣けるんだけど。泣けるね。あんたもこれ初めてできるようにして。できた。無理。え、どうしよう、爪長くていいかな。酔っちゃう、うん、このメガネしてると。まあ、いいか。いいよ。あ、でももう辛い。こんばんは。このままでじゃあ行きたいと思います。コウモリありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。終わった。だって足よくよくなった。終わった。だ。え、夢？うん。わかんない、なんで視力が良くなるの。わかんない、そんなことあるの。絶対ないと思うけど、でもね、声かけたら酔うようになっちゃったの。んってことはじゃん、うん、確かに。いいの、悪くなる一方なんだろうかわいそう。そうな、服売れました。売れた、めっちゃみんなも、ふみさん夢マーケット、そう、LINE 来た、服の運搬。あ、いいよ、ちょっと待って、え、待って、あのね、あ、待って、その話からするね。今朝、まあ、実はヤヒ以外にもユナコも、まあ、もちろん泊まってて、3人でなんか服の袋が10袋ぐらいあって、本当に20袋ぐらいあって、めっちゃあった。で、さすがに、まあ、もちろん一人では持っていけないし、今全然さ、3回ぐらいに分けて持っていこうかなって思ってたんだけど、うん、こう劇場公演とか、うん、だけどなんかユナコに、ね、明日も一緒に持ってってってなんか言ったら、え、いいよって言われて、うん、一緒に持ってってもらった集合場所まで一緒に行ってくれた。しかも寝起き3分で連れてった。マジ、ユナコ行くよみたいな、もう行かなきゃみたいなもう行かなきゃって言って集合場所までヤヒも持ってってくれた。でもね、うん、今日おしゃべり会の会場ついて、うん、ついて自分で運搬しなきゃいけなくて、うん、でも3人で持ってきたじゃん行きは、うん、だからさ、2人じゃさすがに無理で、したら春が持ってくれた。しかも春めっちゃお荷物だったのキャリー持ってたのに、春って言ったら、いいよって言ってくれ、優しい。みんなの優しさに助けられました。よかったね、よかった。したら3期生がいっぱいもらってくれた。でも最初ね、うん、最初ね、持ってってね、ちょっとね、服広げたりアピールしてみたんだけどね、うん、誰もなんか声かけてくれなくて、声かけてくれるのに来てだけで、なんかすごく悲しかったの。
あ、もらってくれるのってこと、いらないのかなみたいな。遠慮してたんだよ。遠慮してるんだよ。やっぱり？そりゃそうだよ。やっぱり？いや、やっぱ入れなかったのかもね。換気扇は。ごめんな。やっぱ。換気だからもらってくれるみたいなとこあるよね。今のアルミホイル。ね、怖っ。ね、しっかり怖い。お母さんの。まあまあ。お母さんのお玉。起きて。三期生一人一袋持ってくれる。確かに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 ね。ほんとめっちゃあったよね。めっちゃあったね。何着あったんだろう。やばいよね。もう一生分じゃない。わかる。一年分ぐらいあったね。なんか多分あれ一年ね買わなくて。うん、一年買わなくていい。全部ゲットできたら。わかる。全部可愛いしね。え、ありがとう。うん。よく手放したね。服。どういうこと？え、違う。その断捨離できなくない。ああ、わかるわかる。なんかメンバーからもらった服とかもさ、断捨離できなかったんだけどさ、うんうん、断捨離って言っちゃうでか、なんかこうなんて言うんだろう、自分もこう時期を過ぎるみたいな、年を重ねて、そうそうそう、ちょっと対象年齢が、断捨離してたよね、うちの服。そう、さやの服も一昨年もらった服。そう、でもあれ逆に誰がさ着るのが 気になるくない、ね、なんかゆきちゃんとか着てほしい。言わずに着てほしい。わかる。しかもあれうち二次審査で着た服。待って、そう、手放さないよかった。今電話しようかな。やっぱ返して、この服やめてくださいみたいな。そう、二次審査で着た服。待って、最悪。え、でも全然何でもいい。いや、私が困る。逆にだって着た方がよくない？私がよくない。そう、展示するべきだったうちで。展示はやばい。ここに飾るから。あれじゃん、 AKB さん。え、だから気になる、誰が着るのか。衣装展示して。え、わかるわかる。気になる。え、みんなんかね、可愛いのなんか選べなくて、どれがいいと思いますか。なんか、かわいい。したらリリカがさ、うん、なんか鼻にね、なんでその服選んだのって聞かれてて、したらリリカが、うん、こういう服あんま着ないからって。ね、かでもね、本当に可愛いなって思ったのがね、うん、リリノでね、うん、なんか夢、高校生の頃なんかフィントっていうブランドの洋服が好きで、うんうん、確かにめっちゃ着てたよね。そうそうそう、多分持ってる服全部フィントだったんだけど。確かにフィント着てた。そうだけど、そう、なんかそういう、まあなんていうんですかね、そういうティーンズ向けのブランドみたいな、うん、なんかまあなんていうんだろう、まあ、お洋服の好みも変わるから、うん、全然誰が着てもいいと思うけど、なんかこう私の洋服も好みも変わって、うん、なんかそういう、ね、そうそう、だから今日フィントの洋服がめっちゃあったんだけど、うん、したらリーノがね、リーノが持ってた服が全部たまたまフィントで、うん、なんかそれで夢に、うん、夢さんこのブランドの洋服好きなんですかって言われて、うん、あ、そう、好きだったのって言ってたら、うん、なんかめっちゃ笑顔になって調べますって言って、かわいい、かわいい、超かわいい、かわいい、もうなんか抱きしめちゃった。したら、ゆめさん可愛いですって言われた。無理、手のひらで転がされてるね。わかる、3期生って転がしてくれるよね。わ、うん、かる。初見の方ありがとうございます。可愛かった、あれ可愛いわ、そりゃ。ゆなことさ、めっちゃね、変遷が一緒なの、なんか思った。え、ゆなさ、それでさ、あのさ、最近もさ、なんかゆなが割と今年好きになったさ、ブランドをさ、え、服を、わかるわかる、アンドクチュールあたりでしょ。そうそう、わかる。その時に全く同じ時期に夢も買ってて、でも違う服だけど、めっちゃ同じようななんかワンピースを、わ、うん、かるわかるわかる、しかもなんか時期も、編成の時期も一緒だし、行く場所も一緒なの、うん、なんか、好きになる系統も一緒で、そう、すごいね、ブランドも一緒なの、そう、へー、怖いなって思ってた今。わかるわかる、怖いなって思ってた、真似してるとかじゃなくて。しかもね、ゆめが今日この服着たのね、ゆめのもその服買おうと思ってたって言ったの。そう、これ試着したよ、だって。えぇ、こけしちゃった。でもなんでやめたの。え、なんかスライ、あー、そう、なんかでももう一着試着してそっちの方が似合ってインサに言われてやめちゃったけど、ちょっと心の、今これ見て、お気に入り、すごくないそれ。わかる。え、何買おうかな、何か買った。絶対今それも試着してるわ。え、どんなやつ。なんだっけ、
あでもズボン、うん、穴開いてる、あるよね、なんか被るの、穴開いてた、あー絶対それ試着した、あー、ここら辺なんかさボタンついてる、あついてる、あー似合うなって思ってこっちカット、そっちにすればよかった、お互い様だね、すごいな、怖い、テンション上げてる、うちもさマナとめっちゃ被るんだよ、あでも確かに、確かにこの間さツーショット撮影会で着てたワンピースをこの間マナが着てたの、そう被ってて、あでもイメージあるかも、そうめっちゃ被る雰囲気、この間さマナとおそろコーディネートしてるのかと思った時期あった、うん、時あった、なんか花柄かな、なんか、うん、マナの方がミニワンピでさや、うん、がちょっと長くて、マジでもさや多分その日コスプレの日だったのかな、着替えたって言った気がするけど、ハートありがとうございます、あごめん、誰ママ、あ誰ママじゃない、なんだっけ、パンプキンありがとうございます、そういう想像も似合わなかったんだよね、みんなそれ買おう、うん買いな、ね、3色あったよね、そうね、白も着たよこれさやもさやが着てそう、わかる、わかる、着ようかな、いいやん、みんな3色それぞれ着る、そろよ、わかった、交換しよう、着たら、うん、さや何見てるんだろうと、どこ見てるんだろうと、爪、あ爪なんだ、パンプキンありがとうございます、しかもなんかさ、なんか一瞬好きだったブランドとかも一緒なの、なんか一瞬通ったブランドみたいな、しかも時期一緒だよね、うん、別にさお互いさ話合わせてさもうやめようとか言ってるんじゃなくてさ、うん、同じ時期になんか入れ替わる、うん、すごい趣味変わる、そう怖いよね、怖い、だってこの間さえなこが履いてたスカートすぐ店で見つけた、翌日ぐらいに、あこういうの履いてた、はずい、繋いでるでしょ、うん、ほら翌日見つけた、買った、うん、さすがにね、そこまではいけなかった、うん、違う、あれ夢は似合わない、うん、なんどういうやつ、茶色のやつ、あの履いてたやつ、あれ違うんだっけ、茶色、ディズニーの時に、ああ、そこの、あれは違う、あ、それじゃない、それはね、それ一緒に買った、一緒に買った、あれ可愛いと思った、わかる、夢がご利用ししたんだよ、買いなって、めっちゃ可愛い、あれ後押しされた、あれ欲しい、うん、ご利用しした、いいちょうだい、いいよ、いいよ、あ、違えた、飽きたらちょうだい、いいよ、あった3期生にあげちゃうかもねー面白い、うちにあげてからにして確かに待って、夢も経由して経由してからの、いや経由しよう、かわいそう、さっき絞りかさボロボロだよ多分布切れ絞りかなんでなんでボロボロ、なんでなんか切り取ることに、あちょっと綺麗に切ればよくね、そういうことね、そういうことね、経由ってそうだよ、いらないのが流れるかと思った、うちらに引っかからなかったものが、違う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 、なんかそれを着てからってことだよ、着てから、なんでボロボロってさなんかうちら布切ると裁断するのかと思った、ちょっとこの面積1メートル私で言うから、でも多分近田に回ったら裁断されてアレンジしてくれるから、確かに確かに、飽きたら近田に渡そう、飽きたら近田にリメイクしてもらってまた着る、これトップスにしたいな、このスカートトップスにしてもらえる、いいよ、いいよ、やばい、いいよ、やるね、服やじゃん、リメイク代、リメイク代、うちらネイルサロンもできたし、やばい、確かにリメイクもできる、確かに、待って、やばい、強いわ、うちら強くない、強いね、なんか本当にお店開けすぎる、わかる、今まつげサロンできるよ、あそうじゃん、わかる、やば、うちもなんか開業しないと、ノードシャドウ、あのずしゃぞ、じゃあさあとさやインスタ担当、ああ広告、そこ広報、ああ広報ね、オッケーオッケー、バックになるかも、確かに、えゆなこのスカートバックにしたら絶対可愛い、可愛い可愛い可愛い、してもらおうかな、ねゆめのファッション覚えてないの、えなんだっけ、ゆめのファッションなんだっけ、えゆなこのしか覚えてない、よく見てくれた、そうゆなこのが可愛いって思った、えありがとう、わかんない、ゆめ何着たっけ、夢白だった、ああすごい触り心地のいいニット、そう触り心地のいいニットちょうだい、いいよ、やった
どれぐらいがいい？一切れ？え？全部？あ、全切れ。全切れ。全布。オッケー。夢の服着たい。ねえ、ありがとう、嬉しい。さやに言ってもらえるの嬉しい。確かに。珍しいね。え、さやもらってきな。え、なんか一着貸してくんない？いいよ。とりあえず。いいよ。プライベートで。お試し。お試しいいよ。お試し交換しよう。今のさやの服着たい。オッケーオッケー。交換しよう。あれみたい。めちゃかりみたいな。懐かしい。あとで見る。うん。ここうちやから、ここ夢んちやから。汚して帰っちゃったらどうしよう。え、買い取りしないと。買い取りあーおもろかったね。ね、おもろかった、うん、リメイクも盛り上がったね。今盛り上がった、ね、だいぶおもろかった。ハロウィン、ハロウィン楽しみだね。楽しみ、うん。何もしないけど、それな、今日したお仕事頑張ってね、ありがとう。このリップ使おうって思ったらヤヒのやつだった。あら、ね、リップ薄い、うん、大丈夫、あの色ある、もうほぼしてないやつがいるから。そう、ゾンビいるやん。そっか、落としたのか。ゾンビいるから大丈夫。クマやばく見えない、だって。うん。可愛いから何でもよくない？怒るよ。あ、薄くない、ありがとうございます。見せていい？ダメ。ダメだって。見せてあげな。見せちゃったよ。見せちゃったよ。パーツ。あれ、これ夢の、今日夢の落としたパーツ？え、違くない？あ、そうだよ。え、ガチか。何今の？え、違くない？ガチか。可愛くない？可愛くなかったよ。可愛かった。意味わかんない。意味わかんなかった。シンプルだ。シンプルに可愛かった。ねえ、自分ないで。わかる。初見の方ありがとうございます。お願いします。カーテンが開き始めた。さやほぼほぼスピ、いや、なんかよくわかんない顔してる、だから。かよくわかんない。あのさや水でオフしたからメイク。水オフだから。水オフ。すごい、あのね。でも今日すごいゾンビメイクしたの。うん、だからクマやばくない？これ違うよ。描いたの。本物の、あ、そう、描いた描いた描いた。え？もっとやばかったんだけど。載せた？どっかに。すごかったよ。待って、うちの携帯どこって思って今調べました。ここ。ここ。載せてないまだ。見るね。うん。なんか今よくわかんない顔してんね。すごい、さや着々とネイル始まってるの、おもろい。わ、うん、かる。ねえさ、これさ、リサイクルしたやつ。あ、そう。え、これさ、今までね、うん、1週間前につけたパースのね、うん、リサイクルののまたつけてもらった。なんかエコだね。そう、 SDGs サロン、すごいね、 SDGs サロン。なんか何でもできるね。そう、やっぱ流行りに乗ってかないと。ひながいなくて寂しかった。全然、うん、めっちゃニコニコして、うん、かわいい、ありがとうございます。どういたしました、うん、かわいそうこの人。でもさ、最近あったおもろい話がね、うん、なんかヤヒが、何、ヤヒがいなかった時があって、うん、ヤヒ今月末卒業だから、うん、ヤヒがいなかったお仕事があって、この間、うん、そしたらヤヒが翌日、ねえ、昨日ひながいなくて寂しかったって誰か一人でも言ったって言ってきたの。そういえばさ、みんなやひがいなかったこと忘れててさ、なんか全然、あ、ごめん忘れてたみたいな。え、言ったら、ね、誰か言って全部似てないよね。なんかさっきのトーンも、ねえ、ひながさ、似てる似てる、ひながさ、なんで言ってそう。言ってそう、言ってそうだよね、うん、言ってたのよ。なんかさ、みんながさ、ゆなこに対してなんかゆなこがいなかったお仕事の時にさ、うん、なんか連絡したみたいな話をやひが知ってて、うん、それがめっちゃなんか自分でも怒りうるかもって思ってたらしくて、うん、でも来なかった。うわー、待って、かわいそう、かわいそう。ゆなこよ、言ってあげなよ、いなくて寂しい。え、そうだよね、言えばよかった。
一番言わなくていい。一番意味わかる。その仕事の人も知らん。一番言わなくていい。ハニーチュロがあれば思い出せたのに、確かに。それはそう。誰かハニーチュロ差し入れしてよ。そうだったね。本当にヤヒがいなくなったら誰がハニーチュロ食べるの。そうだよ、誰ももう差し入れ来なくなるよ、うん、ハニーチュロ。そうだよ、ヤヒのために入ってたもん。それな、3個全部ヤヒのためだった、うん、ツルツルになった。ツルツルトゥルトゥル。夢のラップシーン、わーい、大切にしてね。見えてるよ夢のこと。え、嘘、見えてんの。うん、やばい、睨んでんのバレてた、うん、めっちゃ睨んでるなって。あ、睨んでる。お願いします。睨まない。バレてるんだ。バレてるからねえ。え、バレてんの。変顔しないで。え、なんでどっから見えてんの、ね、バレてるの。だってさ、これがさ、うちの目見えてる。逆に、うん、見えないの。こっち向けたら見えるかな。見てる、まあ、暗くてどっちにしろ見れなかった。確かにここが見えるのか。ねえ、今もやりたい。なにこれを。望遠鏡。あ、望遠鏡。あ、OK。 おー、見えてるでしょ、okay。 うん、なんか意外な景色だね。でしょ、楽しい。ねえ、さあや、あ、はけた。すごい、意外な景色だった。でしょ。ほんとだ、こうやったら自分が分かんない。うん、見えないね、目、うん、見えなかった。すごいね、ラップシーンでこんなに遊べる20代女性。分かる。結構貴重じゃない。平和だよ。平和だね。みんなそうじゃない。あー、うーん、見える、夢の目。なんかね、なんかあるなーってのはわかる。うん、あ、今どっちで目つぶってんだろう。あ、今両目つぶってる気がするよね。見えた。難しい。見えた、見えた、見えた、さあや、見えや、見えや、見えや。いいな。さあやの新キャラはないよ、もうゾンビや。おお、ゾンビやはあのハロウィン限定。あ、ハロウィン。そのイベント次のシングルでありますか。だって検討します、検討します。パンプキン、ありがとうございます。パンプキン、パンプキン。ね、なんで英語にするの。確かに、確かに。お茶でいい。確かに、お茶、ありがとう。今のはかぶれてたね。腹立つよ。ハロウィンかぶれだった。パンプキン、ありがとうございます。うちも言いたい。ねえ、いいな。姫が課金してあげようか、うん、ちょっと携帯こっちだった。来たよ、パンプキン。ありがとうございます。あ、パンプキン来たよ。パンプキン、ありがとうございます。ごめん、夢が課金できなくて。夢のせいだよ、みんなに負担かけちゃった。そうだよ。パンプキン、ありがとうございます。パンプキン、そうじゃん、ペギーヤいるじゃん。だからペギーヤはユナコの卒業公演限定だった。じゃあもう二度とないじゃん。二度とないの。あれは二度と見れない。ゾンビーヤよりレアだった。ちゃんと撮ってない。今撮った。ぜ、全体図としては撮った。ないわ。撮った。ないよ。からい。ペギーヤ。ペギーヤ泣いちゃう。ペギーヤ。ペギーヤ。チュルツルになってきたよ。チュルツル？チュルツル。見たい。見せてあげない。嘘。ねえ、ラップのシーンって微妙じゃね、頑丈だね。大丈夫、ラップのシーンに微妙って言わない。頑丈だね。頑丈だね。ジブリ、ジブリ、頑丈だね。てててるるるてててるるるてて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 て
以上となります。見送りに参加される方は係員の指示に従ってお待ちください。蜘蛛の巣あるかもよ。くさぱらららららら、なに、うん、なんか文句あるらしいよ。ない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 、さやがなんか文句あるらしい。ないないっす、ないっす。ジブリパーク行きたいね、わかるってコメントできた。ごめん、気まずい、ごめん、今も思ってたよ、ごめん。見たもん SNS でジブリパーク、キャー、行きたい。でもさ、予約制らしいよ。それな、厳しいよね、結構、うん、険しい険しい道のり。君たちジブリ店行こうとしたら、そう、はなんかもう散ったね、うん、予約だったんね、売り切れてたもんな。ショックすぎて夢の国行ったよね、うん、3人で。そうそうだわ、そう乗り換えた、乗り換えた、そう、乗り換えた、結構乗り換えたね、わかる、なんでも楽しんだ、うん。ジブリパークってどちら、どちら、どこにあるの。愛知じゃない。あ、そうなんだ、じゃあ頑張らないと。コーチありがとうございます。でも全然いける。USJ とかより近くない？確かに。確かに。でも USJ も行きたくてさ。行く？行こう。行こう。でもさ、あーやさ、絶景乗れないんでしょ。そうじゃん。そうなんだよね。ねえさ、レナコが言ったギリではない。さあやは絶叫無理だから、その間は、うん、ゾンビと戯れてる。え、ハロウィンのさ、ねえ、行きたいよね。わかる。でもさ、ゾンビやった。でもね、聞いてほしい、うちゾンビ好きだけど、うん、あのゾンビダメなの。え、どういうこと？怖いの？怖い。でもゾンビ屋対決しなきゃ。分かった。抵抗すんの？そうだよ。抵抗するよ。確かに、じゃあうちもさ、ゾンビメイクしていけばいいんだ。確かに、キャストさんだと思われる。キャストさんって言うんだろう。店員さん側だと思われるんじゃない？確かに。そしたら怖くないよ、多分。ね。確かに。今も行きたい。でも絶対怖い。ね、でもあれ、あれ乗りたい。ヨッシーに乗りたい、うち。マリオパークのさ。ヨッシー、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 に乗りたい。いいよ。やった。夢ってヨッシーみたい。夢、のこのこがいい。あ、ごめん。夢、ヨッシーに似てると思った。夢っしー。夢。お前さ。ミスった？うちのせいで。うちのせいで。でも夢ね。ソガベ家ってね、マリオカートするといつもノコノコが人気でね、ノコノコが売り切れたら次はヨッシーだった。そうね、ヨッシー可愛くて好き。いつもお兄ちゃんに取られてた、お兄ちゃんね、弟に取られてたから、うん、夢ヨッシーだった。なんでノコノコだったの。可愛くない。弱そうや、うん、弱そう。そういうあなたはさ、いつもさ、調子乗ってさ、クッパ使ってさ、12位だよね。だってクッパが一番強そうじゃん。重そう。確かに重いのよ。えねさ、ゆめさ、ゆなこってさ、うん、え、あのね、ユニバ行ったの、うん、めっちゃ前なんだけど、うん、その話さ、うん、したことあるかな、ショールームで。なんかね、うん、ゆなこね、絶叫マジ乗れないの。え、違うの、ゆなね、夢の国の絶叫全部乗れるの、うん、だから、うん、ゆな、遊園地の最上級が夢の国だったから、今まで、うん、だから夢の国が全部乗れれば、世の中の絶叫乗れると思ってたの。自分は絶叫乗れる人だって思ってたんです、うんうん、はい、どうぞ。したらね、なんかハリウッドドリームあるじゃん、うん、前後の前後、うん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 、前週のやつ、うん、もう夢超大好きだから、うん、絶叫系もう超なんかワクワクでいた。ユナも楽しみだったよ、うんうん、乗る前は。したらもうなんかもうね、乗った瞬間からめっちゃ急に顔色悪くなってきて、うん、やばい無理かもみたいな、うん、なんかもう登ってる時とか待って待ってみたいな、うん、もうなんかもう顔面蒼白で、うん、もうなんか楽しむとかじゃなくて、でも今楽しみたいから大丈夫みたいな、一応心配してるふりがするんだけど、本心はちょっと楽しくて全然なんかのこと気にしなかったんだけど、降りたらね、泣き出しちゃったの。かわいくない？かわいい。ゆなこがもうあがったって言い始めて、かわいい、泣くのはかわいい。かわいいよね。怖かった。そう、怖いよな、もう乗れないあれ、うん、乗らなくていい。だけどね、夢がめっちゃ残念がってたらね、うん、じゃあ直前まで並ぶから、うん、ゆな途中退出するからみたいな、うん、なんかアトラクション乗り場へ行く直前に退出するからみたいな、うん、めっちゃ気持ちわかる、ゆなこの。わかる。
なんかさ乗りたいんだけどさ、うん、乗って後悔するよ、ね、そう気持ちはさあるの、そうみんなとさ乗ってさキャーって言いたいんだけど、そうそうそう実際乗ったら死ぬ、ああなんで乗ったんだろうってそう後悔する、ね、まあ、乗り終わった後は乗ってよかったなって思うけど、乗ってる時が本当に やらかしたなって、なんで乗ったんだろうってやらかしたな。えでもさうち昔の方が強かったんだよね、なんかさちっちゃい頃の方が全然乗れた、絶叫系普通に。2歳鼻声だね。わかる。鼻声さや。そう鼻声さや。なんかさすごいくしゃみ出て今日、うん、朝から。花粉やな。花粉か。花粉なのかな。なんか花粉来てるよ。鼻炎あるよ。え？どうなったで？うん。それも持ってくる。うん。ありがとう。あとね、フライングダイナーさんも二度と乗ってくれなかった。あれもね。てか絶対乗ってくれなかった。あれやばいでしょ。うん？そっちの方が怖くないよ。ね、それで言うの。そう言うのさ、乗られる人はさ、言うのね。乗られる人って、あれもね。俺は違うタイプだからって言う。違うタイプ？あれ浮遊感ないし。ないよ。いや、ありすぎでしょ。だから乗ったことないからそういうことが言えるんでしょうね。一回乗ったんだよ。あった？あった？一回乗って。ここ死ぬ、あのなんか、あのさ、ここ。なんかぶら下がってるじゃん、うんうん、あれ、うん、スンって抜けるんじゃないかっていう恐怖でなんかやっぱ乗らない方がいい。そうここしかない。ふわっていうのある？ふわあるの？ふわないよ。あるよ。さあやない。あのさタオブテラみたいなふわふわはない。ないえあれでしょ、落ちる時の、うんうん、あるよ。ないよ。あるあるあった。気に付かないで。なんか乗れる人にはないんだよ。気に付かないで。気に付けはこっちだ。乗れる人だから。私はユナコを信じる。ユナコを信じる。じゃあそれと二度と見にも行かないから。じゃあ乗れる人も一人で行こう。えそうだね。ヤヒヤヒ。だからうちはユナコと行動する。乗れないよね。ヤヒさん好きだけど乗れない人じゃない。うん、なんかずっと怖い。なんかさインディージョーンズであんなにさ叫んでる人初めて言ったんで、なんかインディージョーンズさ、うん、なんかずっとこうじゃん。あれは大丈夫。フォーって感じじゃん。割とさなんかうわーってなってフォーって感じじゃん。うん、ヤヒ。あれヤヒわざとでしょ。えでもさ叫んだら楽しくない。演出じゃないの。演出だそれは。さすがにうちも演出だった。でもねあんなに叫んでる人初めて見た。本当、うん、叫ぶの楽しんでんだ、うん、そう叫んでこその楽しさだから、うん、でももうちょっと強い人がいい。うんわかる。ガチ楽しめる人ではなさそう、うんうん、誰強いの。でも全然みんなと行きたい。えみんなで。えみんなが乗ってる時普通にヨッシーでいいんだけど。えユナもヨッシー乗ってるから。そっちサイズ行くわ。ごめんゆめゴリゴリサイズ行くわ。普通にあのヨッシー乗ってる。あれは好きだった。ハリーポッター。えわかる。ハリーポッターね大好き。大好き。わかる。一緒にひっくり返るのいいよね。わかる、うん。あれぐらいならね楽しい。スパイダーマンも楽しい。楽しいね。ミニオンがね楽しかった、うん、なんかミニオンめっちゃ感動した。泣きそうだった。なんかもう泣きながら出てきたよね。ストーリーが泣けた、うん、初めて乗った。ミニオン見たくなった。行きたい。 USJ 行こう行きたい。でも次行ったら絶対ネパス取るって決めたの。2日連続で行っちゃったの。ユニバ楽しすぎて2日連続で行ったの。それはやばい。すごいハマってるよね。そう2日目ね大阪観光する予定だったのに、うんハマっちゃって、うん、ユニバーも一回行った。お願いします。なんか年パスすればよかったねってずっと後悔してる。いくらなの年パス。わかんない。でもさ、うん、ユニバーの噂でさユニバーの噂3回行けば元取れるって聞いたことある。ユニバーの噂じゃあ絶対取った方がいいじゃん。ねえわかる。後悔してる。でもねめっちゃ面白かったのがあってね、うん、なんかフライングダイナソーって4人乗りなの、うん、でその時メンバー4人で行ったんだけど、うんゆなこが離脱しちゃったから、うん、3人でシングルライダー1人の組み合わせだったの、うん、そしたらシングルライダーの人がめっちゃちっちゃい男の子で小学生、うん、小学2年生ぐらいの男の子で、うん、それでもうめっちゃ怖がってて、うん、なんかずっともうキョロキョロしてて、うん、なんかもうメガネの僕って感じだったんだけど、それでそしたら緊張してるみたいな言ったらちょっと緊張してます、ね緊張してます、ね。めっちゃもう超礼儀正しくて、かわいい、ね、初めてみたいなの聞いたら、うん、あそうなんです初めてですみたいな。したらなんかお父さんはみたいな。あパパはって聞いたらお父さんはちょっと休憩しててお母さんも乗れないんですみたいな。でも僕は乗りたくてみたいな。かわいい。超かわいい。なんか名前なんだっけな。名前ちょっと知ってたけど名前はって聞いたらあなんとかケンジですみたいな、結構名前言ってくれて、でなんとか小学校ですみたいな。何年生ですみたいな。めっちゃ可愛かった。可愛い。そう。何
何それ、かわいすぎ。よかったね、ユナが離脱したおかげで出会えた。え、そう、出会えたの。出会えた。よかったじゃん。だから姫さんもさ、あのさ、今たまたその男の、その男の子がね、うん、気づいたら、なんか、メンバーメンバー男の子メンバーみたいな。あの、なんか、メンバーメンバーメンバー男の子じゃないんだね。え、なんか、普通に、うん、あの、怖かったら真ん中乗っていいよみたいな。そしたら、その時は大丈夫ですって言ったんだけど、うん、怖かったみたいで、うん、で真ん中乗ってて、気づいたら、うん、パッて見たら真ん中に一人だけこうやって乗ってて、うん、かわいい、かわいい。メンバー、メンバー、メンバー男の子。メンバーメンバー男の子メンバー。やばい、超かわいい。イベントかな、なんかメンバーとジェットコースター乗ろうみたいな。でそれで、ね、なんか今たまたまその男の子が隣になったから、でもめっちゃもう緊張しててすごい、うん、どうしましょう、大丈夫ですかみたいな。だから今もう手つないで、うん、大丈夫だよみたいな、めっちゃ頑張ってる、大丈夫だよって言ったら、最初一回こううわーってなって、うん、手ってやったら、うん、なんか今がキャーってなってて、うん、そしたら男の子がめっちゃ、うん、大丈夫ですか、うん、ずっと怖くないんだけど、うん、なんか大丈夫だよみたいな、大丈夫逆にみたいな、ケンジ大丈夫みたいな、僕は大丈夫でした、お姉さん大丈夫ですかめっちゃ心配された。着いた後もなんか大丈夫だったって聞いたら、うん、僕は大丈夫です、お姉さんの方こそ大丈夫でしたか、待って、そう、かわいい、わかる、超かわいい、かわいいね、挨拶しようかと思った、将来ちょっと向こうに何年どうなるんだよ、超怖いことだけど、降りたらすぐお父さんとこに走ってっちゃって、そう、かわいいね、二度と会えなかった、パク内でも、マジかわいかった、かわいい、それはやっぱね、でもね、ちょっとね、ちょっとかわいいなって、なんかあんなにしっかりしたのにちょっとかわいいなって思ったのがね、めっちゃダッシュでお父さんが座ってるところ走りに行ってたの、階段からダッシュで降りて、ちょっと怖かったんだなって、ね、いい子だね、でもお姉さんが怖がってるからしっかりしてたんだって、ね、え、かわいい、超かわいいよね、かわいい、ひなこがいい、ひなこのおかげで出会いがあった、よかったね、うん、いいね、ひなこその時何してたの、下でみんなの落ちていくのを見てたでもひなこ頑張って探したけど見つけられなかった、え、ゆな見つけたのに、ケンジのお父さん探してたいた？分かんなかった。どれだけどれどれ。おもろかった。面白いそれは。おもろかった。本当におもろい。みんなこ本当に見つけられなかった。嘘。みんな動画撮ったよみんな。ねえそれな。下から。いやいいね。行こう。でもさ違う。さやと。さやならないな。二人増えるってこと。ケンジとケンジと。なんだ次何タキコみたいな、大丈夫だよ、多分一人増えるメンバー、誰かメンバー誰か交互なんだ、交互になる、多分メンバーケンジメンバータキコみたいな、おもろ、多分ね、ほらかった、真ん中乗ってんの可愛かったな、可愛いね、めっちゃ可愛い、小学生だなって思った、可愛いな、ね、かわいい、あんな可愛い弟いたら楽しいだろうね、楽しそう、うん、幸せだね、うん、ちょっと年齢近すぎてさ、あ近くもないか、4歳差、そうそう、え、でも4歳差じゃ可愛いんじゃない、うん、って思うじゃん、うん、割と対等なの、あそうなんだ、でも小学校の頃はだから可愛かったの、高校2年生、あ高 2?、うん、絶対可愛いじゃん、わかる、小学校の頃は可愛かったんだけど、高校生だよ、小学校の子、なんか小学校の子可愛かったからめっちゃ動画とか撮ってあげてたんだけど、うん、なんか急に対等になってきて、可愛くなくなっちゃったんだ、そう、背伸びるしね、そうそうそう、ねえ、分かんない、なんか年下のさ兄弟いないから分かんないんだよ、うん、しかもお兄ちゃんのことお兄ちゃんって呼ぶのに夢のこと夢って呼ぶの、ねえ、格差じゃない、なんで仲良しなんだ、ね、フォロー仲良しなんだ、ね、フォロー、お姉ちゃんって呼んでって何回言っても思んなかった、お姉ちゃんって呼んでって言うんだ、言ってた、かわいい、だってお兄ちゃんって呼んでんのに、いつまで粘ったお姉ちゃんって呼んでって、中学2年生ぐらい、あ結構頑張ったんだ、頑張ったのにダメだった、この中でお姉ちゃん夢だけだね、確かに、うん、みんな、まあまあ、あんたのお姉ちゃんだけじゃん、いいな、弟とか妹欲しかったかも、わかる、妹欲しかった、お姉ちゃん欲しかったな、あ確かに、さえお姉ちゃんいそう、
分かるさ、お姉ちゃんそういないんだよね。お姉ちゃんとお兄ちゃんいそう。分かる。あ、面白かった。笑いすぎて。ケンジがガチでおもろかった。分かる。ケンジ。ケンジガチでおもろい。忘れたけど。募集したい、なんか。会いませんかみたいな番組みたいな、あの時のあの時のケンジみたいな、あの時のケンジあの時のケンジ、名前絶対違うし絶対ケンジじゃないよね、絶対違う、おもろすぎるあの子将来ビッグになるだろうな、ビッグになるね、ビッグになるわ、ビッグになるね、だってパパって聞いたのにさ、お父さんって言われたんだよ、すごいね、しっかりしてるわ、うん、しっかりしてる、小学生でそれできるの偉い、わかる、はあ、笑いすぎて頭痛い、面白かった、面白かった、面白かった、これ何ゴリ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 、剥がすときに使うみたいさやには必要ないやつだよそれ、わかりました、めっちゃ武器じゃん、そうだよ、えのこの狩り、それで石形立ててるからすごい、自給自足、うん、面白いめっちゃ盛り上がって静まって、盛り上がったね、盛り上がった、盛り上がった、今日に盛り上がりぐらい、に盛り上がりみんなこ普通にいんのおもろい ね、わかる、面白い、間違って外カメにしたらめっちゃすっきりメガネパジャマびっくり、あれ誰あれ誰爪見せて、ありがとう、でこれだけ違うのにしたいかも、なんで、え、じゃあうち集合体無理なんだよねえ、これが集合体って言われたんだけど、そう、ごめん、それも集合体なんだ、ひどい、ひどい、ごめん、ね、じゃあワンポイントにしなよ、いいよ、うん、集合体無理なんだよね、だからさ、待って、これもどれも集合体、これとこれも変えて、え、それも集合体なのいや、いいんだけど、一応わかった、念のため一応一応え、じゃあ、キルティングしないの、キルティングの粒取る、いいや、なんか違うのね、え、お揃いって言ったじゃん、ほぼお揃いやん、ほぼお揃いやん、悲しい、夢のネイルってそんなに集合体恐怖症向けじゃなかったんだねいや、まあ、ショーレベル見せない方がいいね、確かに見せてみ、お願いします、じゃあ何やにしようかな、何や、ペギーや、ペギーや、やだ、眠たいね、うん、かわいい、見て、かわいい、かわいくない、めっちゃかわいいんだけど、わかる、ね、完成図やばいよね、嬉しいよ、じゃあ完成です、え、これで終わりよ1日1本あれ、かわいい、ありがとう、嬉しい、あ、マイクオフにしよう、あ、確かに、
怖い。てくれんの何し、はい。え？うん。夢今日ツインテールだったっけ？3分だよね、ツインテールに。さやのカメラの方が盛れる。本当？うん。ねえ、私の目潰れてる。え、なんか盛れるね。シャルームしてる。うん。パンプキンありがとうございます。パンプキン。ねえ、ハロウィンかぶれしないで。かぼちゃって言って。お願いします。パンプキン。かぼちゃ。パンツプキン。お。誰？今言ったの。絶対言えないでしょ。本当以上に本物だった。おもろ初見の方ありがとうございます。動かしてた？夢田のショールーム開いちゃったなんで？夢田、はい、のショールーム開かないでなんでうちの開いてくれないの？開いてあげる。夢田のショールーム開いちゃった。日ソジョン。ねえやだやだ、夢の声する。夢の声が、せーひわ見えてたよ。やっぱり嘘飛び返したねえ視野広すぎだろ。ショールーム360度カメラVR ハートつけられた。嫌だったの？うん、かわいそう。ひどい。こんなリアルタイムでさ、うん、報告できるのめっちゃいいね。確かに。よくない？そう、ネイル、そう、今これつけられ、ネイル実況配信初めて、初めて。コウモリありがとうございます。サロン初の試み試み。夢も明日やって。いやだ、これでお客さん増える。確かに広告だね。やっぱ広報だから。でもさ、うちクーポン使わないとだいぶ高いんですよね。いくらなの本当は？本当は34,500円。高っ。高っ。やっぱ、ね、だから結構割と結構安くしてくれてるのね。そうなんですよね。まあ割引って、うん、マイナス34,500円なので、うん、ゼロ円、結構ゼロ円っていう結構頑張ってますね。 NGT メンバー様は結構日頃、なるほど、朝になってるんで、ね、ありがとうございます。なんか宣伝の、宣伝の方ですか？宣伝いいですか？よろしくお願いします。こんな感じで一つ一つすごい丁寧にご相談とかも乗ってくださって、こう私だったらね、集合体苦手ですってことで、こうパーツ変更だったりとかもできたりとか集合体苦手です。そうですね。鼻声だね。うん、今日朝起きたらすごいさ、鼻水やばくて、うん、くしゃみ。え、今そうだったね。そう、やっぱでもね、花粉やって。花粉か。だからみんな鼻炎やかるよ、うん、今ちょっと知ってるコウモリありがとうございます。頑張れ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 先輩頑張れ頑張れ。ごめんね、いいよ、今のは申し訳ないって思った。コウモリありがとうございます。眠たくなってきたね。え、寝ながらサロンする。いいよ。ちゃんちゃかちゃん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 発信してるよ。大好き。大好き。
助け配信してるよ。はい、ちゃんとしてこう、ちゃんとしてこう。エヒの朝配信の咳払いのモノマネを、咳払いばっかりエヒの朝配信、うん、あやばい、せのでやろうと思ったの。せのでさ、せので待って、ヤヒの朝配信の咳払い、せので3人で、ね、せーの違う、ちょっと強い、なんかさ、ちょっと可愛くしてるよね。ちょっとどころじゃない、見せていくよ。おはようございます、ね、よくる角度、咳払いした、うん、どうちゃうのちょっとセクシーじゃない、え、でもセクシーじゃない、え、でもヤヒセクシーだなって思ってたのよな思ってた、え、違うよな、寝てる時にヤヒが朝配信始めて、うん、配信するねって言って始めて、え、どうぞって言って寝てて、聞こえて、セクシーな声する、どこかやねん、ちょっとちょっとヤヒ、それで目覚めたもんよな目覚めたもん、うん、すごい、おはようございます、おはようございます、ぜひこうだよね、わかる、どっちどっちで見てるの、全部顔ちょっとブスすぎて見てるの、ね、ここここどこでどうやって、ここここだけ、ここここ、うんうん、ここここここないないないこれないこれなのないってこれなのないって、今のはさすがにって思うじゃん、うん、本当どっちでここなの、うん、そこそこそこ、そこで語ってんの、輪郭で、え、エリってここで配信してたの、うん、そこが画面、こうじゃん、ここが本体、そう、エリってこのイメージ、ここの、確かにそれもあるね、鼻の角度の、そうそ、絶対鼻の角度アピールしてるよね、絶対エリ絶対ここの、ね、鼻高いからって、ヒナの鼻の高さ見てって絶対思ってるでしょ、ここ、ここ違う、ほら今またマスク取ってさ、鼻のアピールしようとしてる、怖い、君たち、これから今も頑張ろう、でもさ、ヤヒの鼻の高さないから惨め、確かに惨め、ヤヒがエベレストだったら夢、学校の月山わかる、月山、何それ、わかる、なんか学校にないよ、あるよね、あるよね、あるよね、なんかちょっと丘みたいな、わかる、ねえ、なんでさ、この部屋にいる人のショールーム開くの、すごく嫌だすごく嫌だすごく嫌だ、ねえ、聞いてないんだけど、リプグロスこんなに見ているよ、唇が別の曲めっちゃ好き、わかる、わかる、振り付け覚えてきた、そろそろ、確かにこういうのあるよね、ガンドオン、え、早っ、ね、かわいい、ありがとう、朝ライだよ、あ、ほんとだ、仕事台だよ、でもえ見えない、近すぎて見えないこれ全然大丈夫、あ、そう、うん、これが嫌なのか、あなたは、うん、嫌じゃないけどね、信じられない、嫌じゃないけどね、じゃないけど、じゃあやっちゃおう、やってやろう、お願いします、はい、5時になる、いや、お腹すいた、ね、何時からやってんだろうね、ね、何時からやってる、まあいいんですけどね、かわいい、ね、かわいいびっくり、でもそれ完成、え、まだここの指やってもらってない、はい、しゃしゃ、はい、お願いします、今さ、うん、ゆなちゃんとご飯食べてるってコメントがさ、ゆなちゃんとご飯食べてるかと思ってさ、うん、びっくりした、ご飯食べてる、ゆなちゃんとご飯食べてるうん、うん、気まずい、でも食べ過ぎのぐらい食べてるよね、多分ね、今メンバーの誰より食べてるよですって、
あの子は元気ですね。もうツボ浅くなったね。そうなんだよね、メンバーと会ってないからじゃない。うん、そうだと思う。お願いします。はい、今そろそろ終わろうかしら。さやはネイル完成までね多分5時間後だよ。そんなかかる？かからせよう。でもネイルセットきちゃってするいいよ、うん、今すればあり一緒にしようよ。確かに、うん、じゃあ今ヤヒと一緒にちょっとだけしよう。なんてヤヒと一緒にちょっとだけしよう。最強。最高じゃなくてごめん、うん、ポッキンありがとうございます。強いんだって。お願いします、はい、まあ、そういうこともある。ねえみんな配信してんの忘れてるよね忘れてるよね忘れてるよね。わかる。忘れながらも意外と頭の片隅にはあるけど。そうだな。卒業を発表してからさ、もう本性晒せるようになっちゃってさ。ああ今まで隠してきてさ、ね、こういう、ね、いいの逆にここまで隠してきたの。いいえ、じゃあもう朝とかも咳払いしないってこと？でもだからでも違う、咳払いは結構ガチで本物なのよ。ねえ嘘だよ、ね、許せない。あの喋り方は平安だよ。あの喋り方どうなんだろう。平安だ。でもひな自分の中で自分で何も作ってないことを最近知ったの。すべて自分の本物なの。低い声も高い声も全部私のものなの全部私のものなの。目覚めたね。違うの、あの本当にその時のテンションによって声の高さが変わるの。だから、うん、ひなってめっちゃ高い声も低い声も出ると思わない？え、本当にそう思う。思うよね。声域広いよね。そうだから全て私の声なのなんかよかったね。それ配信できる今の顔顔は無理よかったね。ガチで違うよね。おもろい。女優かと思った。確かにドラマのセリフみたい。すべて私なの。わかる。今オーディションの味を。オーディション。海岸通り。ねえさやひ早く配信して。今ゆなこが恐ろしい顔で見てた。どういう気持ちだった？揺らすんじゃねえ。ああ。なるほど。やっぱ集中されてるので彼女は。でも今ね、昨日ね、なんかこのさ、なんていうんだっけ、キルティング？うん、キルティングネイル、うん、こういう。あ、ツイードだ。ツイードネイルっていうのがめっちゃなんか細かくて、細かく線を描くネイルで、今こっちの手で歯磨きしながらツイードネイルしてもらってて、したらめっちゃ手が揺れちゃって、うん、ごめんねって言ったら。大丈夫任せてって言ってめっちゃここの指圧強くなる、うん、すごいね。歯磨きしながらもしてくれる。そう歯磨きしながらやってくれる。すごい新しいね、いろいろ追加されたんだ、うん、メニューが。そう新しい。寝ながらサロンだけじゃなくて食べながら配信しながら歯磨きながらすごいね。何でもできる。じゃあすごいね。食べて歯磨きして寝れるやん。フルコンボやな。すげえ。確かに。しかもうまい。ありがとう。うん、しかも無料。そうやな。わかる。早く交通費集めなきゃね。請求するね。今のところ割る2だね。やばい。やばい。あ、やばる3だね。往復グランクラスだから。やった。いくらなんだろう。来るときグランクラスに来てねえのよ自由席自由席だったじゃあおだちんだね、うん、やったグランクラス代くれるんだあげるんだお願いします。はい。配信しないの？わかる。でもなんか横になっちゃったらさ、まあいいよそこでスマホとくれやめろごめん配信やめちゃうよ。行くよ今から。行くよ。すごい
ごいパントマイムしてる。すごいすごい見えない綱を掴んで浮き上がった。すごい、やはり分かって、やっぱやって、おお、上手で始めた。すごい、上手の真似しよう。やった、すごい。あ、でもおすごい、これやってた。すごい、すごい、これのうまいバージョンやってた。うまいバージョン。さやうまそう。さやパントマイムうまそう。うまそう、パントマイム。さやパントマイムうまいよ。夢知ったことある。知ったことある。見たことある。見たことある。そういうのだけばいいかな。海岸通り。どこぞ、どこぞに私。どこぞ、ここぞ。え、中ぞ。中ぞ。いいの、中ぞに。ここぞ、ここぞ。どこでもいい。でも今、ヤヒト10分配信したらここを履ける。それ何の見つけたっけ。分かんない。なんだっけ、この貼り付け見たことある。なんだっけ、あーなんだっけ。ハッシュタグ、いや違う、待って、もう一回やって、もう一回やって。祈り、違う、いや、え、祈り、違う、なんだっけ。あ、これは祈りだ。なんかさ、手あげないっけ。うん、ある。え、手あげる、なんだっけ、なんだっけ、中央でやらなかった。え、なんだっけ。ここからここ、手の振り付けのも見ない。そこが犬だわ。え、なんだっけ、え、なんだっけ、これなんだっけ、なんだっけ。もやもやする、やばい、もやもやする。え、AKB さんの曲じゃない、わかる。え、待って、卒業公演だね。そう、 AKB さんの曲じゃない。なんか AA プレッシャーとかする系じゃない。うん、知ってるんだよね。やばい、出てこない。え、なんだっけ、なんだろう、怖っ、え、かわいい、なんだろう、ねえ、ヤヒのせいだよ、本当に。なんで踊ったの、それなんで踊ったの。なんだっけ、普通に変な踊りしたかっただけなのに。どう、いや、全然出てこない。でも知ってるよね、うん、経験したことある、みんな知ってる。うん、待って、え、頑張れ。あ、違った、ティーン、ティッティーン。あー、待って、今ビフォーアフター歌ってんのかと思った。わかる。必然性、必然性だった、違うわ、うん、じゃあちょっと近いね。え、わかる、なんか必然性、必然性の気がしてきた。なんかそんな気がする。もう一回やって、もう一回やって、ティッティーン、ティッティーン。あれ、はやまさん、あー、久しぶりかも。あー、全然正か、よく覚えてるね。あれいいよね、更新タイム、あの更新タイム大好き。わかる、マジ必死ない。超必死ないの、自分誰と誰の間みたいなのを必死に見てた。やべ、これこのままさ、そっち行ったら危ない。これこれ。確かに、ありがとう、落ちちゃうじゃん。ねえ、ヤヒが、ヤヒがうちのインテリアを気にしてスカートまくし上げてこっちに来ようとしてるんだけど。気をつけ、やめな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 、ヤヒやめな、下ろしとき、ヤヒやめな、こっち、こっちから切れば、こっち、ヤヒこっち、こっち来な、こっち。そして下ろして、わかる、すみません、オッケー。大事故、大事故。ヤヒがそこで配信してた時もヤヒがお風呂上がりでさ、うん、めっちゃもうなんかもう下着姿みたいなの出てきて焦った。入る、ちょっとこっち行けるよ。うちの気になりて無理だった。いいしょ、やっぱヤヒがさ真ん中に行った方がいいんじゃない。確かにね。え、大丈夫だよね、隠れてるよね、うん、大丈夫。もう分かった。はい、やばい、今さ暴れてたから髪の毛ぐっちゃぐちゃ。大丈夫大丈夫、失礼します。
もう黒くなり始めてる。こんな時間か。え、めっちゃ米抜き。だって今絶対配信やめた方がいいわ今。なんで？ちょっと場所がないな。夜日配信する。手持ちでいいよ。だって10分ぐらいでしょ。チラ見すの。やばい、変顔しちゃいそうになる。いいよ。いいよ。これまだ秘密らしいよ。秘密だよ。うん。秘密だよ。うわ、見せて。やばくないっす。うわ、そのうち出てくるね。それな、気持ち悪い、食べた。え、見して見して、ひな、見して見して、ひな子が食べたなんてもう最高やん。そっちね。ごめんなさい、鏡扱いして。服かわいい、え、服かわいいって2件も来てるんだけど。服かわいい、クリメタンの服。あ、そうなの。クリメタンにもらったのかな。え、そう、珍しいと思った。本当？ちょぎあげる。ゆめたんがくださった。うちにくださらないのか。だからさやが好きな服はないの。いや、それ欲しい。これ買ったばっかり。で、こういうのさ、たまにあっておもろいって思わない？やったことある、ヘッドキャラ系入れてくるってこと。違う。一つさ、こういう同じことしててさ、一人ずれてて合わせようとする人。すごい愛想笑いだった今。夢すごい愛想笑い大好きだよ。ごめん、言ってるのが何も分かんなかった。早くしな、早く早くしな。待って、うん、うん、大丈夫。うんうん。ね、下から配信すんの。どうしたの？眠いんだって。あ、なんか見せちゃった。かわいい。ゴリラは別に映ってもいいよね。うん。ゴリラってどうで？私の携帯の裏側。めっちゃにゴリラ貼ってあったっけと思って。ゴリラ。別にいいだろ、ゴリラ映っても。え、わあ、めっちゃ自分の唇だもん。いつもやって。やばい。どうしよう、ね、いつもの画角、いつもの画角。あーっ、見せ見せ見せ。あ、そこか。これこうでした。こうなの。そう、これ大事だからみんな忘れないで。分かった。そう、ぜひがやめたら誰か受け継い、そう、受け継いで。決して右目は見せちゃいけないの。なんで？あの、コンプレックスだから右目が。そうなんだ。決して右目は発見出さない。そう、あ、そうで、ひな鼻の穴も右側汚い。汚い。あの、何が入ってる？形がすごい、あの、こっちの鼻の穴の方がちっちゃいの。だから変わんないから。右の鼻の穴も何が分かるってんだ。何が分かるってんだ。この角度が。ありがとう、待ってた。何人いるのかな。いいねいいね。あ、ちょっともうちょいこう。こう、あ、いいねいいねいいね。そう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 、学習してる。いい、それが私のショールームの角度。それが私のアナザースカイね。こんにちは。右目にさせて。いや、日が描く。ちょっと加工かかった。加工かけましょう。まだ私ゾンビメイクなんだよ。ずっと言うじゃん。そう、見して。クマ。あ、本当だ。本当だ。でしょ。本当だね。顔かわいいね。わかる。うん。すごい前向き。うわー、嫌な顔。サイヤファンの皆さんに。分かった分かった。でもね、サードファンの人ね、めっちゃ嫉妬するよ。やばい、やめな。どうしよう。そうだった。でもね、怒られたよ。え、マジか。やばい、ごめんなさい。びっくりした。全くそんな。でもね、嫉妬された。ごめんなさい、あの、やばいんじゃない。ゆめちゃん、そこ変われってめっちゃ言われた。やばいんじゃない。もう来た。ゆめちゃん、そこ変われ。ね、来なくない？え、ゆめだけ？適当だって。わかったわかった。すいません、すいません。
いっぱい来たーすぎるゆなこは顔あ違うあの手をめっちゃさすられたさすられたかぶちゃんありがとうございますうちは気をつけありがとう重たい重たい寝るかな夢は許さないって誰夢は許さないらしいつらっ今配信してる？うん夢そろそろ寝るねよかった、うん、私も左手が終わったら寝るねうんほなほなランキングを読みましょうか。みんな祝福してね。うん、第13位パピプさんありがとう。いいね。第12位スルメのゲソアットマークヒラさんありがとう。また見てね。いいね。第11位三浦星アットマーク HLF さんありがとう。第10位テッチーさんありがとう。またね。第9位クニさんありがとう。また見てね。8位ヒンジかっこ出張ネイリストさんありがとう。また見てね。ライバル第7位キムさんありがとう。また見てね。第6位シンゴさんありがとう。また見てね。第5位ぼっちこさんありがとう。また見てね。第4位マキアートさんありがとう。また見てね。第3位ヨッタさんありがとう。また見てね。第2位ゆき、アットマーク、OGT48 さん、ありがとう。また見てね。そして、第1位、まみまみさん、ありがとう。また見てね。それでは、私は、寝まーす。はい。私も左手が終わったら。寝まーす。おやすみ。左手。あれ？なんだ久しぶりか。リップグラスの左手混ざってる。わかるわかる。左の腕を違う火から始まるよなって思って久しぶりかおやすみなさいバイバーイ。